どうもこんにちは、ネオです。シャキーン。こんにちは、キヌです。で、アニャンセヨロバーカに歩んだシャキーン。ねね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 ねいや、なんかさ、ネオさん、YouTube 結構見ててさ、今日初めてお会いしたんですけど、もうそのままでびっくりしたね。こんな色白い人初めて見た。あ、白い、めっちゃ白。だって若にゃんより白いもん。どんな動画を出してるんですか？主にメイク動画を出してて、ビューティー系の動画を出してます。たまに大食いとかもします。ビューティーだって。そう、韓国系の人が入ってきたって聞いて、私はもうすごく会いたかったです。いっぱいいろんな企画できそうですね。うん、もうこれでロアと新大久保行かなくてもよくなった。これからキヌちゃんと一緒に、はい、お願いします。じゃあ目はロアマルと一緒に。今日の企画は、うん、二重を作ります。お二重の作り方気になってる子が多いし、うんうん、二重にはね、いろんな作り方があるじゃないですか、うん、それぞれ人に合ったものってのもあると思うんで、今日は3つの種類の二重アイテムを用意して、ちょっと3人で検証していきたいなと思います。よし、それでは早速いっちゃいましょう。ショー、ネオちゃんからじゃあ紹介していただきましょう。はい、ネオがね、今回試すのはこのね、テープタイプ。そう、テープタイプのやつで、両面、それ片面両面、まぶたにくっつけて、要は食い込ませて貼っていくっていう。そう、一番簡単なやつらしいです。続いて、はい、私がやるのはのりタイプのやつです。なんか簡単で安いっていうのがメリット で、 でメリットが汗と水弱い、まあ、取れやすいっていう感じですね、うんうん、私はこちらでございます。ファイバータイプ、要はね、紐みたいになってて、こうまぶたを食い込ませて作っていくっていうタイプでございます。でこれ全部ドラッグストアでとかでも買えるので、ね、どこでも結構今売ってるので、うん、ぜひ皆さんちょっと自分に合うのを探してみてください。じゃあ早速やっていきましょうか。イエーイ、やっていきます。あのね、ネオやったことないんです。なのでちょっと温かい目で皆さん見てください。バカニャンがプロらしいので。プロ、中学生の時とかめっちゃ奥舞台で、すごい癖付けしてた、ずっと剥がしやすいようになってるんだよね。糊を剥がしたところの剥がすこうやつが、うん、すごい、なんて言ってるか分かんないけど、剥がしちょっとやって、ね、もう諦めた。60枚入ってる。30回分かな、両面やったらね。そうだね。付属のプッシャーで目を半開きに、半開きに半開きに。まずこれで作れた二重のラインをこうやるらしいです。どこにつけるんですか、今日は。え、今日はここです。ここにつける。こんな感じですかね。線の上に多分かぶるぐらいで貼っていくぐらいの方がいいんじゃないですね。じゃあね、早速ね、使っていくよ。誰に言った今。誰に言った。こういうことね。そうそうそう、ここに今ね、つけました。で、我がニャンが言うには、この上のフィルムを剥がすんだと思うんですけど、一緒に取れちゃうのよね。そうそうそう、これこれこれ。あ、我がニャンがやってくれた。ビリビリビリ、はい。おお、プッシュして、プッシュして入れ込みます。奥舞台になっちゃったな、これ絶対。あ、もうダメだ、我がニャン助けて。やりますか、じゃあ、はいはいはい、やりますか。もうなんかできないから、わかにゃんにやってもらうよ。ここに線があるんで、ちょっと線の若干かぶるぐらい乗せて取ります。目頭の方から入れて、はい、目開けて、ちょっと待ってみて。あ、すごい、ついた、すごいすごい。あ、わかります？端がこうやって浮いちゃうから、私はこれで結構端を止めてます。本当に何もできなくて、二重完成です。ここが結構二重だから、左側と、そうなんですよ、右と、あんま変わんないね。じゃあ次いきますか。はい、糊でやっていきたいと思います。私も初めてやるんですけど、一番あの ポピュラーなね、うん、ポピュラー、うん、ポピュラー。著しく英語苦手かって。まぶたを止めるのとか、うん、塗ってちょっとそこだけ固くして、要はシールみたいに乾燥させて食い込ませるとかもできるらしいですよ、これ。おー、どれやりますか。くっつけるやつですか。じゃあ始めます。これどこに。こうやってやって二重にすればいいってことですか。絶対これいいぞ、いいぞ。すごい、ごめん、興奮しちゃったかと。こうやったら塗りますか。
ちょっと下向いて、だいたい線がここなんで、ちょっと上目ぐらいにつけます。はい、乾燥タイム。乾燥タイム、目を開けないでください。乾燥タイム。メル史上一番シュールなこの大仏っぽい時間だよ。付属のやつがこう、プッシャーとこういう方が2個あるんですね。プッシャーで、もう平気ね、こう押しちゃってください。ここですか。ちょっと上目を押しこれで離しちゃっていいんですか。もう大丈夫だと思います。はい。目が綺麗なんですよ、きなちゃん。めっちゃはい。おお。おお。綺麗な目がまた綺麗になりましたね。すごい。きなちゃんこれが合ってるってことですね、塗るタイプが。これは多分結構初心者さんでも、うん、使いやすいですね。はい。では最後、はい、こちらのファイバーをやっていきましょう。この奥二重っぽい線がめっちゃついてるので、ちょっとここ必殺技使っていいですか。お、出ました。わかんないの。1枚ずつこれ本当は剥がして使うんですけど、これ2枚取ります。こんな感じで2枚取って、うん、これをこういう風にパタンって折って1枚にしちゃいます。うん。そうすると結構まぶた重い人さんでも人さんでもまぶた重いさんでも結構でやりやすいので、はい、こんな感じで引っ張って、あ、めっちゃ伸びる。でくる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 ってやって私は使ってます。するとね、めっちゃ食い込む。めっちゃ強度高いから。めっちゃねじるんだね。で貼っていきます。今線がここなんでちょっと上にしようかな。でこれ端っこを切ります。怖い。そう、これすごい怖いんだよね。怖っ。気をつけて切ってください。振りか。私これ一回まぶたさ切ったことあるんだよ。うわ、本当に気をつけてください。気をつけてください。でこれもプッシャーで押していきます。濃いね、メイクするときとか金髪のときはたまにする、うん、たまに使ってるよって言ってる、言ってるよって、わかにゃんが。で端をこれで止めます。すごい、すごいわ。ガチじゃん。はい、乾かしたい。乾燥タイム。あ、乾燥タイム。うわ、やばいね。やばいね。オッケー。おお、完成です。完成しました。これが多分一番バレにくいんじゃないかな。うん、うん、はあ、違う。近所のおばさんかよ。今日この3つ紹介しました。人によってね、そう、本当に違うからね。違うんで、うん、いろんなのちょっと試してみてください。ください。バカニャンがプロなんで聞いてください。はい。めっちゃ質問くるやつ。今日の動画はここまでです。最後までメル TV を見ていただいてありがとうございました。体が良かったなと思っていただけたら高評価お願いします。また次の動画でお会いしましょう。